組曲第1番作品43に単調は、ピョートル・イルイチ・チャイコフスキーが1878年から1879年にかけて作曲した、還元楽のための組曲。初演は1879年12月20日、ニコライル・ビンシテインの指揮により、モスクワにおいて、ロシア音楽協会のコンサートで行われた。曲は、チャイコフスキーのパトロンであった、 ナジェジダフォンウェックに検定された。公共曲第4番の仕事に疲れ果てていたチャイコフスキーは翌1878年の夏までに公共的音楽から離れる必要があると決意を固めていた。しかしながら心理的負担の大きい音楽の作曲を見合わせるに当たってロココの主題による変装曲を書いていた時のようには自らの個性を否定したくないと考えた。 その代わりとして、ロココ変奏曲で示したような優美さと均衡を自分自身の作曲語法のうちに再現しようと思い立つ。組曲という形式は彼自身が後にくるみ割り人形組曲で行ったように規模の大きな楽曲からの抜粋としても成立するが、歴史的にはそれ自身で独立した楽曲形式であった。それはとりわけ、ヨハンゼバスティアンバッハが還元楽。 鍵盤楽器、その他の楽器のために作曲したバロック時代の組曲に当てはまる。こうした組曲は、アルマンド、クーラント、サラバンド、ジーグなど主に当時の部曲によって構成されていた。チャイコフスキーの作品の中で音楽によって告白する、作曲者という構図から遠く離れた楽曲は、還元楽組曲の他には、わずかしか存在しないが、組曲は、 彼が呼び起こしたいと願ったロマンハン以前の理想にそっくり忠実なものとなった。それらはバッハの還元学組曲の再発見に続いてドイツで起こった潮流の派生物であり、作曲者はこの様式の形式的な自由さ、そして縛られることない音楽的幻想に価値を見出していた。この形であれば彼は商品や還元楽法に関する強い、 関わりを思うがままにすることができたのである。ヨハネス・ブラームスが幸福にも同様の刷け口として乱すことになったのはセレナードであった。それはかつてポストベートーベンの公共曲に許された以上にリラックスしながら循環弦楽曲をかける手段であった。組曲第一番はバレエのディベルティメントに根差している。聞こえ方があからさまに軽くつまらないものという印象を与えないよう。 チャイコフスキーは、開始部の助奏と、フーガにいくらかの交渉さを与えた。以前にも、規模の大きなフガートを書いてはいたものの、サンクトペテルブルク音楽院を離れて、以来本格的なフーガは、作品21のピアノ曲で用いたのみであった。さらに曲から幅広い様式や雰囲気が感じられるようにする一方、全体としては、確実に一貫した満足感のある体験となるように、 せねばならなかった。これによって曲の長さが第四公共曲と同程度となってしまうという混乱が持ち上がり曲を1年以内に仕上げることができなくなってしまったのであった。1878年8月に本メックへ当てた書簡によるとチャイコフスキーは当初次のような前後曲の構想を練っていたらしい。 イントロデツヨーネ、イーフーガスケルツォアンダンテメランカニコインテルメッツォ、マーチオブザリリパションズロンド、ダンスオブザジャイアンツスケルツォは、全曲作曲のきっかけとなった曲であった。スケルツォの作曲に、無我夢中で没頭した後になってから、ラハナーの様式で組曲を形作る一群の、還元楽曲が私の頭に浮かんできたのです。チャイコフスキーが、イタリアのフィレンツェへ赴いた際、 厄介な問題が正直未曲作曲の継続も危ぶまれた。彼はすでに完成した3曲の原稿をまだ到着していないカバンにしまったのだと考え、荷物の到着を待つ間に計画していた最後の2曲を作曲しようと考えていた。しかし、原稿は荷物には積まれておらず二度と見つかることはなかったのである。全曲が完成したのは1879年の4月であった。 ユルゲンソン社が、組曲の印刷のために生涯を開始した後の1879年8月、再び悩ましい問題が生じた。チャイコフスキーは、すべての曲が2拍子系になっていることに気がついたので、ある。彼はこの表紙の単調さを打破すべく、急遽3拍子のディベルティメントを書く。作曲家自身はこれをメルエットと呼んだが、実質的にはワルツであった。チャイコフスキーが、 更新曲をディベルティメントと入れ替える案を提示したのに、対し、更新曲を気に入っていたユルゲンソンは、全6曲に拡大してはどうかと提案した。チャイコフスキーにとって6曲では1曲余分であったため、セルゲー・タネーエフに更新曲へ対する意見を問うという案を持ちかける。タネーエフが更新曲に価値を乱すのであればチャイコフスキーは、アンダンテを削除し、曲順を助走と風が、 ディベルティメント、スケルツォ、更新曲、ガボットに再編成したいと考えたのである。そうして、アンダンテの剣はタネーエーフへと託された。ルビンシュテインが初演を振る時点では、全6曲の順番は、最終的に固まっていた。ユルゲンソンがローマにいて、初演に立ち会えなかった、チャイコフスキー宛てて、初演の成功を伝えた書簡を見るに、ユルゲンソンが、自分の好んだ。 更新曲を残したのは実際のところ懸命な判断であったかもしれない。書簡には次のようにある。第一曲は喜ばしい感情を燃え上がらせることなく終わりました。第二曲はどうやら気に入られたようです。アンダンテは大変喜ばれましたが、更新曲で沸き起こった拍手は曲をアンコールするまで鳴りやみませんでした。スケリッツォは非常に好評でした。ガボットの頃には 観客は疲れ果て帰りたくて仕方がない様子でした。サンクトペテルブルク書演も1880年4月6日に続いた。熱狂的に迎えられ、ここでも行進曲が最も好評であった。事実、行進曲は有名なため単独でも頻繁に取り上げられるようになるのである。ドビュッシーがフォンメックの子供たちの家庭教師として雇われた際、二人は チャイコフスキーの第4公共曲と組曲第1番をピアノ4手編曲で演奏している。彼女はチャイコフスキーにあてて、彼はあなたの音楽に歓喜していますと書き送っており、さらに特に組曲第1番を指してこう記している。彼は風雅にすっかり我を忘れてこう言うのです。現代の風雅にこれほど美しいものをかつて見たことがない。マスネーにもこのようなことはできなかった。 とピッコロ、フルート3、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、ティンパ2、トライアングル、グロッケンシュピール、言語部約30から39分。チャイコフスキーが両端の曲に古典版以前に特徴的な種類の音楽を用いているため、本作のモデルとなったのは作曲家自身が本メックに、 手紙で伝えたようなフランツ・ラ・ハナーの還元学組曲ではなく、バロック時代の組曲であるとする評論家もいる。4作品ある組曲の成立時期はチャイコフスキーが西ヨーロッパで過ごす時間が長くなった年代と重なっており、西欧派と言われるような特色が色濃く出ている。ファゴットにより雄大で暗示的な助走により開始する。フレイチ続いて第1バイオリンが先導するカノンが、 挿入される。フレー2フレー1の素材の展開の後に助走を静かに閉じるとフレー3に基づく風画となる。フレー3主題に基づき情熱的に進行し、最後は次第に落ち着いて静かに終わりを迎える。複合三部形式。ワルツ調のこの曲のみが作品中唯一三拍子で書かれている。クラリネットのみの導入に続いて優美な主題が奏でられる。 フレイヨン弦楽器によるシンコペーション三連符を組み合わせた中間エピソードを挟みフレイヨンが再び奏される中間部はオ声ボエが奏するレントラー風のフレイゴによるフレイゴ途中に主部の決備で出された動機が現れた後にフレイゴへと戻りフレイヨンから主部に回帰して最後はピッチカートでさっぱりと集結する展開部のないそなた形式冒頭から 弱音の伴奏に乗り、第一主題が落ち着いた調子で提示される。フレー6第二主題はピッツェカートで伴奏で行われる。中、ヘンド蝶々で、ファゴットとチェロに伸びやかに歌われる。フレー7第二主題が発展して、大きく盛り上がると、勢いを沈めて、直ちに第一主題の再現となる。第二主題は二蝶々で続く。ピューモッソとなって、クライマックスを築いた後、 第一主題を扱ったコーダを経て、ピアニッシッシモで曲を終える。チャイコフスキーらしい、軽やかな更新曲で、初演以来全曲中で、最も人気の高い曲。木管楽器によって、フレイ8が軽快に出される。フレイ8フレイ8に挟まれるように2つの愛らしいエピソードが置かれ、最後に、フレイ8をもう一度奏して終了する。全体で二分程度である。 開始から奏でられる主題が発展させられていくことにより主部が形成されていく。フレー級中間部ではなだらかな旋律が提示され16部音符の急速な伴奏と合わさって頂点を迎える。フレー級へと戻っていき最後は弱音に終始する。全曲中で最初に作曲されたこの曲が組曲が生まれるきっかけとなった。まず弦楽器が ピッツカートの伴奏を奏し、その上で木管楽器が受け渡しながら、主題を奏でる。フレー10主題を用いて進められ、フレー10が競争されると中間部へと移行する。中間部は、バロック時代の音楽を想起させるフレー11による。フレー11完結に中間部を終了し、主部が回帰する。その後、16部音符の急速な動きが支配する。 華やかなコーダを置いて全曲に幕を下ろす。客中出店。ありがとうございます。